はい、今回ですね、この液体無比 S をね、買ってみました。はい、今回ですね、この液体無比ですね、無比も昔からあるんですけど、無比っていうと軟膏タイプのやつがあると思うんですけど、あれ軟膏タイプのやつ結構やっぱ残るし、こうベタベタするっていうことね、残るので、まあこう液体タイプのやつ最近こういうのが出てますけど、まあ痒みに素早く、腫れ赤みにしっかり効くっていうふうにね、ちょっとこう絵もついて分かりやすく説明してありますけど、まあ効能としては痒み、虫刺され、皮膚炎、かぶれ、じんましん、湿疹、霜焼け、汗もっていうね、金柑の場合は肩こり、腰痛にも効きましたけど、まあ一応これ効能として、まあ、虫関係ですよね。まあ一応冷やす効果、腫れてるものをこう沈めるために冷やす効果はあると思うので、まあ、腰痛にももしかしたら効くんじゃないかと思うんですけどね。まあ一応用途としては痒み、虫刺され、皮膚炎、かぶれ、じんましんとかね、そこら辺になってます。まあこれ早速開けていきます。なんかそういう成分がね、もしかしたら入ってるのかもしれない。金柑の場合はメインがアンモニアだったと思うんですけどね、ちょっとここら辺成分わかんないですけど、その後になメントールが入ってますね。まあ、メントールがないとすすねしないと。熱を取ってあげられませんのでね。はい、まあ液体無比これぐらいのやつですね。ちょっとこう小さめのやつ買ってきましたけど、これも内容 50ml ですね。はい、 S って書いてありますけど、何が S か分かんないですけど、はい、早速これ塗っていきます。ちょっとここら辺刺されてるのがあるので、ちょっと塗っていきます。もうちょっとかじりすぎてるところはちょっとダメですけど、はい、まあこんな感じで塗ってみましたけど、前回の金柑よりなんか無比の方がスースーするような感じですね。まあその差がどれぐらいあるかわからないんですけど、まあとりあえず好みっていうことでね、どちらか選んでもらえばいいと思うんですけど、まあ定番ですよね、金柑か、まあこういう無比ですよね。まあ主にこうどちらかだと思うんですけど、まあ今いろんな商品出てますのでね、体に合ったやつ、そういうものをね